フォルツァスタイル。皆さんお疲れ様です。中年 A 荻山です。中年 B のりしげでございます。やってきましたね。で今日は何ですか。私の大好きな、BMW ミニ初期型あと第2世代。あまたねあの店舗が、はいはい、去年の夏に伺ったところにまた来て、まあどんだけ相場が変わったとか、うん、まあその辺もじっくり聞きながら保存でいいんじゃない、はい。今回は BMW ミニの特集でございます。ちょうど1年前の7月夏、暑い時にお邪魔したんですが、お店が大きくなりました。おめでとうございます。ありがとうございます。新店舗いいね。で代表の、はい、MJ プロジェクト代表の畑中正幸と申します。よろしくお願いします。お願いします。そうですよね、お店が去年の夏はここから2キロぐらいですか、はい、1キロぐらいです、ね、1キロぐらいですよね、はい、ダム寄りっていうの。そう、そうですね、宮ヶ瀬ダム寄りで、で同じストリートでこっちに来て、はい、店もなんか敷地が3倍ぐらい、ね、そうですね、大きく、はい、なりました。ミニだから結構まだいっぱい余ってますよね。そうですね、ですね、止めようと思えば止めます。で前回の取材もすごい好評で、はい、あの視聴回数もいっぱい伸びましてありがとうございます、はい、ありがとうございました。でこちらが BMW ミニの第一世代の後期から第二世代を中心にお取り扱いをされているということですよね、はい、でなぜ今日また伺ったのかっていうとね、あの愛理ちゃんがミニ買いたいで来ました。今日買うんだよね。どれにするかいろいろ。まああの今撮影してる社長が、もう車用車足らないと。うんうん、でアイリが乗れる車がいいって言うんで。そうだよね。テラのなんか走行距離あんま伸ばしたくないとかね言ってたから。だからちょっと今日いろいろ本気で買うようなんで、はい、ぜひ教えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、行きましょう。この辺が第一世代。第一世代です。の後期。後期ですね。後期からしかやらない理由ってあるんですか。後期でも15年ぐらい経っている車なので、いい車があれば前期でも目つけると思うんですけど、もうほとんど出てこないので、まあ、後期型であればまだ結構在庫を探してればちょこちょこ出てくるの で、ね、いいものがあれば仕入れて、まあ、売ってる販売をさせていただいてるんですけど、まあ、周りからしてみれば多分うちのこの価格って高いと思うんですけど、まあ、その理由がやっぱり15年以上経ってくるともう消耗部品っていうのがかなり劣化してきてて、交換してないところなんかはもうやっぱりダメになってくるところがあるので、そういったものをやっぱ改善させて交換とかしてやっぱ販売うちはしてるので、やっぱりあの社長がですね、つなぎを着てる店は信頼できます。まあそれは言えるね。だから第一世代後期っていうと皆さん一番出始めで2004年、春ぐらいかな。これはまだ5ナンバーなんですか。あの第1世代と第2世代は5ナンバー。あ、5ナンバーなんですね。じゃあミニ、本当のミニと。はい、相変わらずここのうねってる造形がいいね。そうです。2004年のまあ半ばとか、まあ、あの初年度から始めて、はい、初期の後期型っていうのは何年が最終になるんですか。最後が2007年の初めです、ね、2007年の初め、はい、というとどんなに新しくても2007年、14年落ち、はい、そうですね。ちょっと中を見せていただいて。あ、どうぞ。うわ綺麗だな。うわこのグレーのレザーがいいですね。もう全部窓枠のモールとか全部交換一周してるんですよ、だからシャンとしてこういうフレームを綺麗にしてると。はい、内装のレザーがまたいい感じですね。やっぱこの人気がありますね、このグレー系の。あ、
これオートマですね。クーパー S でしたっけ、これクーパー S ですね。あ、ということは愛信の6速そうです。これいいんだよね。で値段が98万円。はい、お高い理由はその、はい、やっぱあいろいろ直したりモール類変えたりっていう、ちょっとパリッとさせてるっていう、はいはいはい、でしばらく安心して乗れると。そうですね、まあ、うちの一番の、はい、今売りにしてるのはそのもうこれぐらい経ってくると一番トラブル多いのが、うん、クランクプーリーっていう、はあはあ、まあ、部品そこに用意してるんですけど、はいはい、あのベルト回すやつなんですけど、うん、ゴムになってるんですけど、はい、そこに亀裂が入ってくるとブチッて切れてこう空回りしちゃって、はあはあ、発電しなくなってパワーストップがなくなってそれと止まっちゃうっていうところで、はいはい、もう頻繁にちょっと発生してきてたんで、これをもう予防整備でもうそこからは交換するようにしてます。これはバイブレーションダンパーっていう、ここがゴムなんですよね。はあ、これが切れちゃうんですよ。なるほど。1回も交換してないと怖いんですよ。ちょっとエンジンルームでご説明いただいていいですか。はい、いただきます。ちょっと場所的には見づらいんですけど、はい、ちょうどこの下に見えないかもしれないですけど、ちょうどこのベルトのあたりにあって、それがやっぱり一番の、はい、そのウィークポイントというか消耗品の一番最初に変えるべき、ね、一番これがいっちゃうと止まっちゃうっていうところが一番やっぱり厄介なので、そうするとレッカーとかだとお客さんも迷惑かけちゃうので、まあこれはもうあの壊れてようが壊れてなかろうがもう交換するんですね。一回リセットすると。そうですね。これ乗ってるとなんか前兆みたいのがあるんですか。前兆はないんですよ。ないんです。じゃあ突然、はい、もうババって警告灯をついて、はい、あれみたいなハンドルを覚えるの。でもわかんないんですよ。あとはどの辺を注意したらいいんですか。まあ、例えばサーモスタットとか、はい、まあ、その辺のにじみが始まるとか、まあ、こういったあのタンクなんですけども、はい、このつなぎ目がにじんできたりするとダメになってくるので、まあ、これで直下圧かかりますからね。そうですね。あとパワーステホースとか、うん、まあ、3本あるんですけど、これはサーモスタットですね。サーモスタットとプラスハウジングケースで、ハウジング、水回り、うん、そうですね。こういうところ熱でいくんですよね、樹脂系のパーツって ね。ここのつなぎ目が漏れてきちゃうんですよ。なるほど。エンジンとくっついてるんですけど、うん、熱でね、はい、これはこれはクランクシャフトセンサーとか、まあ、センサー系なんですけど、一応在庫してるんですけど、そういったまあセンサー類とか、あとパッキンとかオイルパッキンですね。この年代仕入れた時点で大体ダメになってるので、やっぱ交換するっていうのは多いですね。あとはこのアッパーマウントなんかにしても、そうですね、劣化して割れてきますよね。ひび、まあ、入ってくるとギー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 になってきて、はい、でその辺もダメな場合交換したりとか。ちなみにパーツはまだまだ出ますか。パーツはあの困らないですね、まだ。まあ、電子パーツとか半導体不足でさ、あ、日本在庫なし、本国在庫なしっていうのが結構あるんだよね。なるほど。まあこうミニの話じゃないけどね。これは乗り出しだと110、はい、120万ぐらい。そうですね。これで117万円。アイリちゃん、第一候補、これどうですか。はい。あるの？じゃあちょっとそれを見せて、どこどこどれ？あっちの赤いやつ。あっちの赤いやつ。色から行くよね、女の子はね。あ、これ。あ、クラブマン。わ、めっちゃ安いじゃない。何？そうですね。これ下取りで入ってる。あ、そうなんですね。距離がまあ11万5千キロ、はい、で多少行ってるんだけど、はい、まあさっきそうですね、おっしゃったように。あの消耗品を、はい、6月に車検取ったばっかりなんですが、その時、まあ、33万円ほどかけていろいろ直して、サーモスタットも変えて漏れとかも直して、でうちで入ってきてからアルミホイールとタイヤは新品に。もともとクーパーなので、これ S と違うので、はい、あの鉄地みたいなちょっとアルミなので、雰囲気出すために、はい、でワーク製のホイールなんですけど、うん、これに新品に変えてますし、あとキャンプに行きたいので、はい、後ろも広いです。これも取れるんですけど、あ、どうぞ。サンルーフついてるのも珍しいですね。あ、サンルーフが、しかもこれダブルなんですか。そうですね、あのチルトがダブルで開いて、開くのは前だけですね、スライド。かわいい、ありがとうございます。後ろの人も、あ、かわいい。内側は開かないんですか。あ、内側にロブがある。あ、内側なんですね。あ、内側なんだね、かわいい。
どうやってそれ開くんですか？真ん中の。めちゃくちゃいいじゃないですか。両方についてるライトが。かわいい。どうする？見て買ったらオギーついてきちゃう。あ、確かに。オギー付きだ。したら大体3倍ぐらいになる。高くつけて、高くつけてきました。クセモンはこれオプションで、クーパーだとオプションなので、クセモンライト。なるほど、いいね。オーギーで。保証代は多分通ります。84万。で、相模、このうちの地域なんですけど、横浜の場合プラス5000円だけいただいてます。同じナビです。ちょっと開けさせていただきます。はい、まだこれ、こっち何も手をつけてないので、汚れてますけど。この世代はエアコンガンガン効きますね。ガンガン効く。クラブマンって狙いなんだよね。のいい今のやつはね、フォーダンだけど。後ろ姿がいいですよね。そうですね。なんかちょっとレンジローバーとか、やっぱイギリスっぽいです。縁取りも。はい。この…はい。エアコン。で、こう来て、降りてこないね、こっちが開けてからこう、はい、長いよ、はい、色もいいね、色もいい、なんか赤とするか、ボタンも押していただいて、これを一回、はい、で鍵を奥に押してもらえば抜ける状態がオフになります。あ、はい、それでも抜ける。おあなたのものです。はい、こういう特なんか面白い形のがなくなってきちゃってるので、使い方も割と優しい車が多いんじゃないですか。そうですね。これも若い女性の方が。50周年ですか。そうですね。ハンプトンっていう革シートで、これは内装がレザーなんですね。レザーです。いいね、イギリスものって感じ。これは限定っていうのはこの レザー内装とかが。そうですね、この専用カラーで、はい、あとインナーブラックのヘッドライトとか、あ、まあ革シート。これは黒ですか、外装は。リーフブルーという紺みたいな。なるほど、かっこいい。あとメーターの方が中が黒くなってる。あ、本当だ。このナビはお店でつけてるんですか。はい、こちらはもともとついております。もともと、はい、中期型になりまして、まあ、2010年から前期後期の切り替わりで、周期というのはまあ前期型の外装でエンジンだけは後期積んだやつです。だからちょっと後期型より価格は安くなる。バルブトロニック、バルブトロニックです、ね。はいはい。それがついて、あ、結構吹き上がりとか。可変バルブになってるんですね。あ、そうです。これ出た当時ブラウンとシルバーの組み合わせがすごいかっこいいなと思って。おしゃれ。はい、やっぱり茶色の車って昔はなんかダサいイメージだったけどね、こう年取るにつれてなんかシックでいいなと思ってきて、はい、これは内装は布なんですか。これは布のハーフレザーになってます。あ、ハーフレザーなんですね、はい、これいいね、かわいい。これいいじゃないですか。これいいね、内装も大人っぽくって。あ、こういうのほら、僕ら中年は、うん、グッとくるけどね。グッとくるけど、お嬢様はなんか全然興味なくて違うの。もう赤じゃないと私はみたいな。でこれがさっきのハンプトンの、ハンプトンベースの、まあ、結構いじられてるんですね。すごいね。まあしかしこんだけクラブマンがあるお店っていうのもなかなかないですよね。あ、この色いいですね。そうですね、これがレーシンググリーンっていう、はい、昔からのイギリスの付いてる。かっこいいな。これはクーパー S なんですね。これ値段的にはだいたい150万から200万ぐらい。そうですね。これはレーザーじゃないってことは、はい、座面が、こちらは普通のシートヒーターは入ってない。ないですね。座面がレーザーだとだいたいシートヒーターが入っているんですよね、はい、そうですね。そして SUV なんかを探してる人にはクロスオーバー、クロスオーバー第2世代から、第2世代ですね、はい、第2世代でクロスオーバーも選べるんだ ね。これはディーゼルですか。これはガソリン。ガソリン、はい、売れてます。やっぱりお休み明けに来るとこういうことになってます。これもいいじゃないですか。あ、いい色。じゃあマニュアル車ですね。
マニュアルだ。限定会場用にちょうどいいんじゃないの？これを機に。これを機に。なんでこんなに走ってないですかね。4万7千キロだって。05年よ。これもほぼ仕上がった状態で置いてるんですよね。はい。で、これも限定車、限定車パークレーンってやつですね。はい、だからさっきのが98万でこっちはこの値段ってことは、はい、これは何ですか？マニュアル車で、マニュアルなんですね。あ、本当だ。ちょっとあとまあ手がかかってるっていうのもあるんですけど、いやこのいかにもイギリスな、これ2年新しくてほぼ距離同じだね。パイピングマニュアルいいですね。マニュアルいいですね。ホイールベースが長いんですか？クラブも。あ、ちょっと長いですか、ね、ちょっと長いですね。限定車なんでこうツートンになったり、そっか、ちょっとシフト、まあ、長距離とか走る場合にはクラブマンの方が楽ちんだったり、そうですね。後期型はミッションのギア比がつながりが非常にいいんですよ、クラブ、S はね。だから S の後期はおすすめです。僕の一番好きなクーパーちゃんです。しかもこの個体のいいところはサンルーフがついてない。サンルーフついてない方が軽いんだよね。やっぱり限定だとちょっと高いんですか？そうですね、ちょっと高いのと、マニュアル車の方がちょっと相場高いですね。あ、そうですか。今マニュアル車が少ないのと、まあ、日本車でも結構今少ないですけど、そういうのもある影響出てると思うんですか。やっぱ趣味人が乗るんでしょうね。絶滅危惧種。そういうわけで、はい、未来のオーナーが試乗をしていろいろね教わってくるということで、よろしくお願いいたします。やっぱりでもすごいいいですね。あー、ありがとう。ミニクラブマンでいってらっしゃい。行きます。かわいいロビンカー。というわけで今回も中年2人は一服休憩。任せたよ、アイリー。静か。もうコンパクトカーもこんな進化してるんですね、今。そうですね、もう普通の乗用車並みに静かに。燃費ってどうですか？そうですね、クーパー自体うち扱うのが少ないので正確なのは取れてないんですけど、はい、例えばクーパー S で言うと8から10なので、まあ10から12ぐらいかなとは思うんですけど、全然上り坂も全く問題ない。本当都内でもクラブマンすごい見かけます。ああ今多いですね。多いです。これがいい。そうですね、クラブマンでサンルーフついてるのが少ないので珍しいんですよ。ああそうなんですね。いろいろ決め手の項目が揃ってきちゃったのか。部品の供給も心配ないですもんね。そうですね、この辺なんかは全然ほとんど揃っちゃうので、うん、社外パーツもいっぱい入れてますので、うん、修理なんかは安くできることもありますし、いい場所と純正使った方がいい場所とやっぱ使い分けがあるので、もうそれはご相談してお任せってこと。あ、そうですね、はい。ただまあ例えばサーモスタットとかは純正がいいとか、社外品使ってもトラブル起きるとかそういうのもあったので、そこは純正がいいとかそういうのはあります。ただこれ今回確か車検の時にサーモスタットは交換してるので、はい、この辺は素晴らしい。確かフロントパッドも交換してますね。かわいいし安心して乗ってられるし、本当にこれお客さんすごい綺麗に乗る方だったので、まあ、女性だったんですね。大切に乗られて。その方はまたミニ買ったんですか？次の現行のクラブマンに書いてます。あ、そうなんだ。すぐ届きます。はい、あ、このまま乗って帰っちゃおうかな。非常に参考になりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。無事試乗を終えて、まあ、今回は同乗ですけどね、最終決断をするときはアイリちゃんがハンドルを握って決めたいなと思うんですけど、買いますか買いませんか？買いたいです。買いたいですね。まあこれじゃないかもしれないけど、ここで買うっていうのはまあ
99% 決まってるみたいなので、はい、ちょっと考えて、これがまだ売れてなかったらこれ買うそうだし、そのタイミングで、まあ、もうちょっとね値段の張るやつでも OK だってさっき庄島さん言ったから、社長がね、いずれにせよこちらで購入されるそうです。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。テラノいつ止まるか分かんないからねそうそう、だって去年テラノの50万修理代かかったんですよ、ね、燃費も悪いでしょうし、ね、僕がいいよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次は買うときにお邪魔すると。はい、お待ちしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕のミニファンの皆様、はい、初代2代目こだわるならぜひこちらですね。はい、田中さん、お待ちします。はい、お待ちしてます。今日はですね、まあミニということで、ミニミニ大作戦で、現代がイタリアンジョブということで、今日はイタリアンな感じで、あのこれがスウェードのバルスタリーノってやつですね。バルスターですね、いわゆる定番的なブルゾンで、このパンツがベルウィッチというのスコッチというモデルで、さらにこうグルカパンツの仕様になってます。で、靴がグッチの茶色のスウェードのハーフブーツですよね。はい、りちゃんが見に来る楽しみにしてます。はい、60年代のイギリスロンドンファッションです。ロンドンガールで乗ってきました。